はい、どうもこんにちは。楽楽楽です。絶対絶命都市4実況プレイ始めていきたいと思います。はい、というわけで前回は、コンビニのオーナーさんと仲良くなったり、まあビルが倒れてきて挟まれる夢を見てしまったり、まあその倒れてきたビルの中に、女性がいたので、その人を助けているというところで終わりましたので、その女性を助けに、脱出するところからですね、はい、やっていきましょう。ビルの中に取り残されていた女性と横倒しになったビルを降りて窓から外に出た。さあ、外に出たからはわからないですよ。どっから出てくるの。はい、どっから出てくるのこれ。よっと。手を返しましょう。おっと、出てくると。ここまで来れば大丈夫ですよね。大丈夫だったらいいね。ああ、お疲れ様です。そんな彼女を見て僕は、いや、やっぱり疲れているんだな。まあ疲れてるんだろうな。綺麗だけどな。可愛いな。大げさなやつだな。のんくさそうで足止めとになるタイプだな。こんなところで寝るなんて非常識なやつだ。よっぽど疲れてるんだろうな。よっぽど疲れてるんだな。道路のど真ん中で寝るかよ。私、笠原弥生って言います。あなたの名前教えてもらっていいですか。あ、どうも、ラックです。またこれ？まあいいよ、普通に、はい、普通に。去ったままだと。素敵な名前ですね。あ、いやいやいや、そんなことないです。私、もう少しここで休んでいきます。はい。すごく大きな地震みたいだけど、気をつけてくださいね。いやいやいや、やゆさんも、君も気をつけてね。歌えるといいね。就職決まるといいね。頑張って。頑張ってねって感じ。お互いだな。まあ、いや、また会えるといいね、にしとく。いや、お互い頑張ろう。お互い就職が決まるように頑張ろう。そうですね。頑張りましょう。さあ、また新しいところにやってきて、いい天気だな。いい天気だな。おお、こっちはなんだ、火事か。うわ、火事だ。八重さん大丈夫？はい、気をつけます。八重さんも早くこんなところから離れた方がいいですよ。危ないですよ。立っていきましょう。オイル？これ水？ただの水？セーブポイントがあるね。まあやんないけど。なんで火事があるところ、こんな人集まるのか。写真撮ってるよ。液状化現象を手に入れた。おー、読みましょうか。はい。液状化現象とは、地震によって砂と水が地下から噴き出すことによって道路上に泥塊になったり、無数のひび割れが路面上に発生したり、地中に埋まっているマンホールなどが地上に飛び出したりする現象である。またその後に、路面陥没が陥没する場合もある、うん、ちょっとマンホールの上に乗っかっている人がいるけど、濡れるの嫌だな。いや、こっちにさ、警察とかいっぱいいてさ。ここ何？こんにちは。ちょっと なんで女性喧嘩は、うん、納得してないし、そんなこと言っても何の話をしている。ここは通れません。ここは通れないんです。町全体での被害状況ってまだ掴めていないんでしょうか。当初誰出ていったより大きな地震だよな。
くだねっつって、キング燃えてるな。いやいやいや、消防まだ来ないんか。ホテルキング、ホテルキング、そうなんだ。まあまあいいや、町の人たちはまあいいや。あ、なんかそこ入れそう、なんか入れそうだね、そこね。オーナーさん、ん、なんか気になる。何人稼いでいいか、行きようか。店内は大変なことになっているようだ。ところで私はこう見えても装備アイテムの販売やアイテムの買い取りをしているのだが、服装を変えたいから。ふーん、カウボーイ、カーディガン、腕時計、いらない。カウボーイになってどうするよ。え、買ってもらいたいから見てほしい。いいよと言って出されたな。アイテムいいのなかったな。どうすれば向こうに行けるか。わからない。俺にもそれはわからない。登っていくしかないんじゃない？とりあえずレストラン入ろう。入れない。どうにかして入れないか。大きな衝撃が加わると。割れてしまうかもしれない、割れてしまうかもしれない、割れてしまう。まだ大きな衝撃、どうすればいいの。大きな衝撃ってなんだ。とりあえず周りを見て回ろうか。何してんの。どうしてこのちゃんダメよ。まっすぐ走っていればどうってことなかったのに、まっすぐ走っていれば。揺れてたらそれは揺れてたらそりゃね、ハンドル取られちゃうよね。あん中も大変だな。なんか入りてえな、車屋さん。ほら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 、入れる。チャンス、あ、なんだい。ゲアードっていうの、ゲアード。車欲しいんですけど。くそ、繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか。ダメだ、相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ。いや、皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。なんてこと。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。いや、だっておりません。行ったーと、とりあえず行ってもらう。すいませんと思うだよ、私。なんだその言い方は。なんだその態度は。見とれるね。改めて、打ちどころが悪くして。いや、もう知らねえよって言って立ち去りそうだけどな。なんだその態度はにしとくか。これにしようか。なんだその言い方は。君、ぶつかっておいて、なんだその言い方は。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。もう言いますね。とにかく俺の邪魔をする奴は皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか。まあ苛立ってるでしょうね。あの方はここから南に行ったところにあるレストラという IT 企業を経営されている方です。ほう。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度をとってしまわれるのです。はい、そうですねと理解をします。あの態度はないのよ。それとこれとは別だ。なんだあの態度は。いや、さっき言ったじゃねえかって話だな。IT 彼の経営だって雇ってもらえないだろうか。はい、つくばらせてやる。膝の時期、ああ、いや、まあ理解しよう。大変なことだな。そうですか、大変そうですね。あなたは
心の広い方のようですね。いやまあ一応言って言うことは言うよ。そりゃ大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。いや向こう側燃えてますけどね。あなたも気をつけて。いえ、じゃあ車ください。じゃあ車ください。なんか南に行けみたいな感じだなこれ。大変なことになったね。そうだね、なんかあるのかね。あ、開けるか。トイレ大丈夫かな。いちいちこうやって確認しなきゃいけないのかな。よし、いない。腹減り、腹減りか。腹減りな状態なので、おにぎり行くかな。食べる。腹八分目になる。よし。変な音だったね。あまり気分のいい音ではないよな。ガク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 。よし。こっちには何もない。南に行った場所。南に行った場所。できるだけ取っておかないと。地震だ。危ないぞ。あ、ドーン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 と、どこも真っ白よ。前が何も見えないよ。すげえ頑張ってるけど、地震が起きてもね、ここは通さねえぞと。中に入ってるじゃねえかな。中に入って指差して何してんの。どうすればいいんだろう。よく見えないな。車ぶっ壊れてるし。南へ。そんなみんなに見せなきゃって頑張らなくていいのに。割れたか。やっぱり割れてる。入ってみようか。こんにちは、大丈夫ですか。食べたいんですけど。お腹空きました。どうしてこんなことに。どうしてでしょうね。まあ地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか、うん、そうですよ。こうなっちゃったらどうしようもないですよ。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。何カッコつけてんのよ。わかってるの、わかってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのはわかりますが、これ以上ここにいても。そろそろ帰ってもいいですか。ここにいても危なそうだし。ん、なんだい。見ての通り営業してないよ。お腹空きました。お取り込み中のようですね。僕が力になれることはないですか。ちょっと中を通らせてもらっていいですか。努力してもらえませんか。どうぞ続けてください。何も力になれるようなことはないようだからな。ちょっと中通らせてもらっていいですか。ちょっと中を通らせてもらっていいですか。廊下が壊れてるから通れないよ。ああ、それでも通るって言うなら止めないが。いや、通ります。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか。一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。営業再開のめどがついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ね。頑張って立て直して。頑張って立て直して。バチバチ帰るか。早く帰った方がいいよ。そしてこの後仕方ねえよ、それはな。そうだな。今営業していません。それでもとおっしゃるな。おほー、
リコッタチーズ金額高っ。いや、あそうじゃないよ。高いわ。じゃ中通りますね。通れるだろ、さすがに通れるだろ。震災は経済にも大きな影響を与えています。そりゃそうだろう。翡翠市に本社を置く IT 企業株式会社ベストラの株が急落しました。昼頃から震災が同社のクラウド事業に影響を与えるとの噂がネットに上がり、売りが殺到しました。あら、繰り返します。川瀬県南部で大きな地震がありました。さっきの人のとこです。見たっていう感じではない。お、なんだこれ。コーク棒を見つけよう。いいね。発表されています。この地震の影響で川瀬県内全域で停電が発生しています。あ、停電にもなってるな。こっちじゃなくて、あ、こっちじゃなくてなんだ。なんかある。なんもなさそうだよ。取ってこ。足が棒のようだ、ということ。歩いた距離かな、これ。解放者の。お、やりゃ完成。大丈夫。オッケー。ここはどこ？なんだ、ホテルの中もしかして。なわけねえよな。ドア開けるよ。何ここ、何ここ、セーブポイントそこにあるんだけど。あー、これ南側に行ってるのか。なんかない、何もないね。何もなさそうだね。どっから出てきた。側に通ってっていいんじゃないか。トイレあるし。お、なんだこれ。お、何これ。サーファーコンパス、まあひとまず手に入れておこう。四つ葉にするの忘れてたな。よし、ここはなんだよ。ここ、うわ、不気味だね。暗いね。そしてこっちは開く。ああ、さっきの場所。じゃあこっちは外に出んのかな。違う。何じゃここ。お、誰かいる。うわっ、思わず息を呑む。思わず黙祷を捧げる。冷静に観察する。混乱し訳のわからない言葉です。思わず息を呑む。うっ。何？そう言わなくたこそ何？そういうあなたこそ何？したい。ささっとナイフ。これは完全に殺人だ。お前が犯人。あなた、まさか私の宝石を取りに来たの。お前、いつもいるな。人殺し。そうだ、一人占めは許さんぞ。やってみようか。そうだ。なんですって。これは私の宝石を誰にも渡さないわ。よく見ると彼女は怪我をしているようだ。それはさっき、なんだ、あの、怪我は大丈夫ですか。とにかく立ち去れ。
いや、それは俺のもんだ。でも怪我してるようですね、と。で、治療アイテムを差し出してみようか。はい。これ、使ってください。これを私に。どうぞ。こんなことをしても、私の宝石はあげないわよ。いや、ちょっとください。自分でできる応急処置を手に入れた。いや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 、くださいよ。取り出そう。鍵を手に入れた。やったぜ。もう何もないよ。ああ、完全に人殺しだろう。いや、違うかもしれないけど、わかんない。あの人、人殺すようなことをしただろうか。いや、するんだろうな。何も見なかったことにしよう。変な声あげればよかったらね。いや、もう行こう。あ、閉まってる。あ、ここにあったね。はい、開けます。よいしょ。お隣が燃えてるのね。じゃあ行きますか。隣町先へ進みますか。進みましょう。次です。何交差点っていうのそのそばにある宝石店を通り抜けて南へ進んだ。さあ、他の通りの住居は。お、こっちはそうでもないの。でも窓ガラス割れてるね。で、高いビルがいっぱいある。怖いね。上は高速道路なのか。普通にみんな渡っ、なんだろうこれなんだろうこれ。絶対みんなぐるぐる回ってるよねこれ絶対みんなぐるぐる回ってるやつだよねこれ。うん、みんなぐるぐる回ってそうだな。流しそうめんかなお、誰だ。お、さっきの。なんで BGM があったんだろう。かけないのか。なんか BGM があったんだろう。あ、いたいたいた。地震が起きて大変な思いをしてるとか、道端で歌ってるなんて不謹慎じゃないか。どんな時に歌うかその人の勝手だろうが。確かにこんな時に歌うんだって不謹慎だな。不謹慎かもしれないのが絡むことはねえだろうが、歌の邪魔するのが聞こえないじゃないか。黙って何言ってみて。歌の邪魔するのが聞こえないじゃないか。にしようか。歌の邪魔をするな。聞こえないじゃないか。お、邪魔なら場所を変えるわ。なんだなんだ、可愛げがないな。可愛げ？歌うのに可愛げが必要なの？別にそういうわけじゃ。ちっ、絡む方が悪かったな。
演奏を中断して申し訳ありません。今日はここまでにさせてもらいます。ありがとう。いや頑張って、いや頑張って。よし、じゃあさっきの、IT 企業の会社に潜ろうかと潜入していこうかと思いますけど、時間となりましたので今回はこの辺で終わりにします。いやあの火事なんだったんだあの火事なんだったんだろうな。ただ燃えてただけだったね、まあそれを迂回して、お店の中、レストランの中を通ってきて、で宝石店の宝石の泥棒を見まして見ただけで、新しい通りに来て、その IT 企業の会社なのかな、ここわかんないけど、なんて書いてあるの、ベストラ、ベストラですね。はい、このとこまでやってきましたので、次回はこのベストラを潜入していきたいと思いますはい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。